ちょろかし。3、2、1、初恋マイ。ということで、今日は私、九州男児高尾から皆様に報告があります。ベランダからの撮影。なんと、私、九州男児高尾、現役復帰いたします。ありがとうございます。というより、多分ね、みんなね、気になっとうと思っちゃうね。現役復帰ってなら引退したのっていう話だけど、引退はしてません。そう。まあ、なんでかというと、もちろんね、みんな、知っとると思うし、オーストラリアで家族ができて、子供もできて、もう1歳5ヶ月になります。子供すくすく育っております。じゃあ、サッカーはどうしたんだいみたいな、最近サッカーの投稿せんやみたいな感じでね、思っちゃう人もいたかもしれんけど、実は、子供が生まれる前かな、子供が生まれる前から、チームの人に話して、ちょっと一回このチームをやめますっていうか、まあまあやめますか、そう、うん、そういう話をして、約1年ちょいぐらいかな、生まれる前から生まれて、ね、生まれてもすぐねやっぱね、サッカーに戻ることはせずに、まあコロナ禍っていうのもあって、もちろん親とかのサポートとかもないけ、ずっとこう家族でね、助け合いながらとりあえず今までやってきました。まあね、子供を産むってね、すごいね、母親ってすごいなと思いながらね、まあ、いろんなことを感じながら、まあ、サッカーをやってない時期がありました。でもね、どっから話そうかな。サッカーをやんないって決めた時から必ず戻るっていうのは決めちゃった。うん、こんだけサッカーの試合をしてなかった時期も今までで初めてやし、で約1年ちょっとぐらい経ってからちょっと落ち着いたぐらいから、ちょっとヒロキと一緒に韓国リーグ、 K リーグって言って韓国リーグに行ったり、オーバー35の試合に行ったり、こうちょっと試合感を取り戻すためにそういうのを動く時間っていうのは少しずつできてきたっちゃね。でもやっぱそれとは違ってまだどっかでね、もう一度ああいう本気で戦う人たちと一緒にさ、もう一個やりたいっていうのはずっとあって、まあ、そのタイミングがいつかなというかさ、年齢もさ重なっていくわけやけど、まあでもそこら辺はさ個人的にはまあ意識しないようにはしとっちゃうけど、どうしたって絶対出てくるけんさ。でもやっぱこのタイミングで、あるチームと契約しました。でそれはどこかというと、まあ、今までは ウーロンゴンっていうね、あの今住んでるとこから約2時間ぐらいかけてずっと行き来しよったっちゃんね。でもさすがにそれはね、今この家族がいる中で週3回、まあやっぱ2時間いてもね渋滞したりとか夜遅く帰ってくるとかあるけどさ、それはちょっと遠いなって思って家の近くでね、探しました。でオーストラリアは A リーグが一番上にあって、その下はセミプロリーグ、 NPL1 と NPL2 と NPL3 っていうかカテゴリーがあるんやけど、俺がプレイしよったのはそのなんか独立リーグみたいな、別にウーロンゴンという地域でねしっかりとしたねスタジアムあるし、まあ、給料も出るようなチームでプレイしよって、今回はこのこっち側シティの方の NPL3 の1個下のローカルリーグなのかな、うん、そこで、あるチーム、チーム名はねウィロビーデリーズかね、うん、と契約が決まりました。まあ契約が決まったっつってもね、練習行ったらねすぐ OK やったけね、まあまだまだいけるよみたいな感じでさ、まあ、その監督がさ、ウーロンゴンのなんか知り合いに俺のことをどんな選手かみたいな聞い取ってくれとったけどさ、入りやすかったっちゃうね。そうということで、まだまだ走りますよ現役復帰、まだ真剣勝負でねそうやっていきたいなと思っちゃうけ、やっぱりねどうしたって海外に来た理由もサッカー選手になりたくて来て、うん、まだまだその夢もさ諦めたくないし、うん、来た当初はさ可能性が低いイコールゼロじゃないっていう言葉を信じて、オーストラリアにやってきました。その気持ちは、その志は今も変わってません。今でもね一生懸命走って、チームのみんなと一緒に勝ってサッカーがして、サッカーがどんどん上手くなりたいっていうのもあるけんさ、
まだまだ現役で、これからそのローカルリーグから NPL に向けてね、狙っていくつもりやけん、まだまだやるよ。そうなんでね、もし俺世代の、まあ今年38かな、まだまだくすぐってる夢があるならね、まあ、年齢関係ないよ、もし今あなたでねくすぐってる夢があるなら行こうや、どんどんチャレンジしよう。年齢とかそういう環境とかは言い訳にせず、まあ俺もねまだまだ、まあこれから夢を追って、夢に向かってねどんどん挑戦していきます。まあそのためにはねやっぱね、いろんなもんをね、優先順位もあるけど、そこを守りながらねしっかりねやっていきたいと思います。なんでこれからの九州男児とかをよろしくお願いします。まあね、近いけんさ、そう、子供たちもね見に来れると、見に来てこれると思うけんさ、それは結構いいかなと思って、ウロンゴンだと遠いけんさ、なかなか子供たちを呼ぶことができんかったっちゃけど、次はね試合会場とかね家からも近いし、うん、だけちょっとね、まだまだこれからの挑戦、まあ上までねどんどん目指していくんでね、とりあえず今はね移籍期間っていうのがねあったけんさ、そこでの NPL に挑戦はできやったっちゃけど、まあ今しっかりコンディション整えて、コンディションもいいけんさ、怪我とかもしてないけん、そうどんどん目指してやっていくよ。もうこっからねしっかり、追い込んで、チームと一緒にね一つ一つ勝利をね積み重ねていけたらいいなと思うね。ありがたいよね、それでサッカーまだまだできる環境があるっていうのは。なんで皆さんもねどんどんチャレンジしてください。挑戦あるのみです。人生ねたった一度きりやし、まあ後悔してもね何も始まらんと思うけどさ、どんどん特に体を動かすことはいいことやし、ちょっと一日30分歩こうとか、ちょっとストレッチしようとかでもいいし、それ小さなことの積み重ねなんで、まだまだ挑戦していきましょうみんな。ということで九州男児高尾の応援よろしくお願いします。マジ頑張れよ、まだまだで、これからねちょっとサッカーの、動画とかも、ロッカールームがどんなのかとか、試合勝ったらどういうことをやるのか、なんかねちゃんとしたチームっぽい、チームっぽいって言ったらあれか、まだ1週間2週間っちゃけど、しっかりねしたチームやけんさ、うん、まあ、楽しみだなって感じで、まあ、そこでねまず結果を残してどんどん上にチャレンジしていきたいので、応援よろしくお願いします。まあ、YouTube の方もチャンネル登録、グッドボタン、シェアもよろしくね。まだまだ九州男児たがをちょろまかしていくよ。みんな頑張ろう一緒に。じゃあね、バイ。